僕の前が、母ですね。で、早く父が亡くなりました。父です。父の代があって、祖父の代があって、曽祖父の代があって、その前があって、その前、六代前からお菓子は作っておったと。農産物から、水飴を作って、飴菓子にして博多の町に売りに行ってたとか、あるいはここは太宰府街道の入り口ですから、旅をする人を、にお茶とお菓子、ぼた餅みたいなのを出してたと。で、はっきりしてるのは、神社仏閣のお供物屋として長いんですよね。今でも筥崎宮さんはじめ、北部九州のいろんな神社仏閣に納めてますけどですね。まあそういうことで、はっきりしませんが、相当この地で農業を営む傍らお菓子作りをやってきたと。で、昭和16年から終戦まで、ほとんど砂糖がもう配給制になって、ほとんどのお菓子屋さんは、もう廃業せざるを得ない。砂糖が手に入らないので。ところが、うちは、神社仏閣の供物やってたもんですから、一年分注文が来て、それの配合表を国に申請すれば、自動的に、お砂糖が必要な量だけ来たんですね。したがって、国の予算を、いただいて、当時の私の祖父の時代はですね、100%売り上げが神社仏閣と。私が生まれたところは、出来町。で、じいちゃんとばあちゃんが、いつも生活してるところで、私は生活してまして。僕が生まれたとこが森江商道だったんですが、2歳、3歳ぐらいかな。もっと場所のいいところでしようということで、母と父が、この地にですね、森江商道を戦後、再び再興したと。10人ぐらい働いてたかな？はい。こうちゃん、こうちゃんつって可愛がられました。みんなからね。しかし、一方では、給料が少ないけん、父ちゃんに言うとけとかね。いろんな不満をね、聞きましたね。それは嫌でしたね。大学入ってからは、世の中の大きな、この流れというか、問題点というか、にぶつかってですね、悩み苦しんで。で、父と母も非常に仲が悪かったんですね。父がそうやって、飲む、使うで遊びますから。夫婦仲が悪かったっていうことがですね、僕自身に、父も信じられない。母も信じられない。だから、人間不信っていうのを植え付けたんじゃないかと思うんですね。人を信じられなければ自分も信じられませんから。一体人間とは何なのかということで、キエルケゴールとか、ニーチェとか、まあ、いろいろ哲学書を読み漁ってですね、悩み苦しみましたね。で、やっぱり、人間不信から人間信頼へ大転換できたのが、この仏法に学んだことですね。学ぶことができたこと。これで全部開けたんですね。モグラのような人生からね。太陽の人生。長い真っ暗なトンネルから、ふわーっと、もう明るすぎる。その眩しさに目がくらんで、精神的バランスを壊したっていうことでしょうね。女房の紹介で先生に診察に行ったときに、やっぱ僕が相当疲れてると、睡眠不足に陥ってるということを見抜かれたんでしょうね。森さん、2泊3日ぐらいで、ゆっくりね、温泉に行った気分で、ちょっと入院してみませんかと言われて、ああ、そうですね、と、温泉気分で2泊3日という感じで、じゃあ、お願いしますと、ゆっくり眠りたいと。で、入院することになったんですが、悩みと格闘して、この病気を克服してですね、それ以来再発も一度もありませんし、あの病気があったから今日があると思いますね。苦労は力になる。悩みは知恵になる。悲しみは優しさになる。一番苦しんだ人が一番幸せになれるのだと。まさに、その通りだと思うんですね。苦しい時はたまりませんけれども、その時に、よし、この苦しみを乗り越えた時には、一段と自分が成長できてるし、人のお役にも立てる自分になれるんだと
思うと、悩みはですね、喜びになるんですね。うん。ですから、苦難こそ宝と、いうのはよくわかりますね。うん。で、今は割とね、いろいろ問題があっても、よしと、これを乗り越えようと。また成長できる。ありがたいと。九州大学に入りましてですね、マルクスに出会って、もう大変ね、感動しまして、マルクスを勉強すればするほど、貧困の根源は生産手段をもって民衆を搾取する資本家側がいると。で、この構造自体がこの貧困の根源であると。民衆を搾取する側に自分は立ちたくないな、というのが、一番ありましたね。もう一つは、なかなかお菓子屋は儲からなくて、給料も少なくしか上げられない。まあ一方では、うちの父だけがですね、確かに飲む、使う、遊び回ったりね、しておりましたから、母親以下、全部搾取されてるな、というふうに、思いましたね。おまけに、お菓子は虫歯になると。タバコや、酒や、の次、お菓子をね、減らしなさいとお医者さんも言われるし、なんか自信が持てないし、なんかそういうこともあって継ぎたくなかったですね。父と母も仲が悪かったし、なんか早くこう、離れたかったですね。うん。僕は国連に入って、世界連邦政府樹立運動をやろうと、この仕事をしたいと、こう思ってたんですね。で、教授に相談すると、外交官試験受けないかんと、当時国連に入ろうと思ったら。今から、一から勉強し直してね、経済学部から法学部に変わって、一から勉強して外交官試験受けるというのも、その道もあるかもしれんけど、やっぱり君のところは長い歴史もあるしね、お父さんの後継いで、お父さんももう、病気であと、半年後には、この世からいなくなるというお医者さんのお言葉。だから君はやっぱりもう、人生もう一回考え直して、家業を継ぐのが一番いいんじゃないかと。教授はまあそう言ってくれたんですね。だけど僕としてはどうしてもね、継ぎたくない。そこで大きく転換したのが、私が尊敬する池田大作先生の本を読んでですね、現実を理想的な仕事につける人はほんの一握りだと。みんなやっぱり目の前のやるべきことをしっかりやるうちに、必ず道は開けると。いう教えもあったしですね。創価学会に入ったということが大きな一つですね。そして日本書紀の中に初代神武天皇の言葉があるんですね。歴代の自分の先祖は武力を持って日本を平定しようとしてきたと。しかし私はこの甘い水なし飴をの改良に一生涯を尽くしたいと。なぜならばこれを舐めた人はみんな心が安らぐし、くつろぐし、豊かな心になる。この豊かな平和の心で武器を使わずに日本をいい国にしたいという文章がある。お菓子は心の栄養素だと。平和の文化の象徴だというふうに思いましてですね。従業員の人たちに、お菓子を継ぐことにしたと。お菓子は人々にくつろぎを与えゆく平和の使者である。お菓子は郷土文化の象徴である。その担い手としての誇りを持ち、美味しいお菓子の原点を求めて、研究と奉仕の両輪で躍進すると。こういう経理に作りましてね、スローガンとして、お客様に信頼され、親しまれる菓子屋になりきっていこうと。こういうスローガンを大きく掲げて、工場の一番後ろに貼ってですね、毎朝それをみんなで昇華して、自分自身の心にも火をつけて、ボイラーにも火をつけて、スタートと。母がやっぱり、お菓子屋さんになるために生まれてきたような母でですね、ものすごいこのお菓子に対する、深い愛情っていうか、お菓子はこうあるべきだっていう理念があってですね。私は母がいたから、まつげたようなもんで。で、母と一緒になって、まあやってきたんですけど、最初の大きな難関はですね、
オイルショックで、小さいお菓子屋には砂糖がですね、来ないんですね。そうするともう廃業に追い込まれるわけですよ。これは大ピンチと。現金を持って、リアカー持ってですね、砂糖屋さんに行って、とにかく砂糖を渡してくれと言って、もう実力行使したことがありましたね。大手には砂糖が行くけど、小さいところには来ないと。品不足になったとき、そうなるんですね。経済的なルールというか、原則。7000万円ぐらいだったんですね。ついたときが。だから、もう、なりふり構わず10億円ぐらいの規模にしとかんと、いつ潰れるかわからない。こういう大きな経済変動があったときには。それと、お客様が喜んで買ってくださるヒット商品。これを作らんといかん。ということで、ちょうど昭和50年、新幹線が来るっていうんで、博多のお菓子屋さん皆さん、新商品を出されましてね。私どもも、博多だよりっていうのを出したんですけど、一時はバーッと売れたけど、すぐ、一生懸命私も新商品の開発をしてて、母が、あなたやっぱり、深刻にね、潰れるって言うて、新商品をやったって、ヒット商品は生まれないと思うよと、自分が感動して、こんなお菓子を皆さんにも、ぜひ食べてもらいたいという。自分が感動せずして、お客様を感動させることはできんと思うと。あんたが本当にこの、今まで生きてきて、一番、あれが、という感動したお菓子が、を思い起こしにしたいと、それはね、商品化したらどうかと。母がそう言ったんで、非常に気持ち楽になってですね、いろいろ考えて、そうだと、小さい時から、母の里、柳川の近くの蒲町っていうところに、冬休みに行くと、僕が行くとみんないとこたちも集まってくれて、餅つけをやってくれる。それを焼いて、熱湯に浸して、そして、きな粉をまぶして、そして黒砂糖をこう刻んで、パッと、焦げ目はある、熱々だし、黒砂糖の香りときな粉の香りとね、絶妙なんですよ。僕は蒲町の白砂糖より黒砂糖を使った、あのきなこ餅が食べたいなと美味しいなといつも思い寄ったんですね。で、それを思い起こして、きなこ餅に黒砂糖の蜜をかけるようなお菓子にしようかと。で、どうせ作るならば、日本一美味しいきなこ、日本一美味しい餅、日本一美味しい黒砂糖の蜜を研究しようよと。とにかく、もう世界一美味しいね、きなこ餅作ろうということで、母がきなこを担当し、僕が餅と黒蜜を担当して、いろんな業界の方々と、仕入れ先の方々と一緒になって研究してですね、何回も試作をして、できたんです。で、できたんですが、黒田藩豪傑餅で行こうと。うちはもう黒田52万石が主力商品で、黒田様とかありましたから、黒田一辺倒ですから、そのうちちょっと長いから、黒田藩豪傑餅から黒田餅になりましてね、パッケージまでできて発売にこぎつけようとしてたんですけど、母とも話したのは、うちのイメージは侍、石垣、刀。はは、美味しいお菓子の殿様と、なんか怖いねと、刀が出てきたりしてね、もっといい屋号にこの際変えようかと、黒田一辺倒じゃなくて。で、父がいつも黒田官兵衛助水の話をしてましたから、母に、助水庵っていう名前に変えようかと、52万石から。助水庵って言うと平和を愛するね、黒田官兵衛助水の理念にぴったり来ると。本当は助水兼なんですけど、助水庵っていうね、あんこが、あんこにもあるし、柔らかい響きですから、助水庵っていう屋号に変えようということで、母も賛成してくれまして。餅も黒田餅ではなくて、筑前筑後っていうのをね、ひっくるめると、筑紫だから、筑紫餅で行こうかと。で、筑紫っていうのをずっと研究したら、鎌倉時代は九州全体のことを筑紫って言ってたと。もっと前は、奈良時代以前は筑紫って言ったら、日本全体のことを言ってたと。ですから、私としては、日本の餅、そして九州の餅。今はまあ、筑紫って言うとこの辺の餅ですけど、日本を代表するですね、お菓子に育て上げたいなという思いが一方でありますね。継いだのは良かったんですが、もう直ちに資金繰りに
困ったんですね。こんなに貧乏な会社かと。ボーナス払えないんですね。銀行の支店長に話したら、いやー、こげな状態ではお金貸せませんと。しかし、ボーナス払わないか。どうしようかと。で、母とも話しちゃって、これはね、なんかせないかんと。当時、岩手百貨店の女性の年配の母ぐらいの年の、係長さんがおられて、もう、私の第二の母みたいなもんですけどね、どうか助けてくださいと、もううち潰れますと、ボーナス払いませんからって言ったら、じゃあ森さんね、カステラ、あなたのところカステラ作り切ろうかと。カステラのカッティングセールしようと、言ってくださった。で、従業員みんなで、夜中まで作ってね、もう、一日に100何枚売れるんですね。ほかほかの切って、その場でくるんで売るんですけど、売れました。1個ね、350円ぐらいかな、当時。もうお客様が並んでね、年にね、2回をずっと続けたんですけど、ものすごく好評なもんですから、年に3遍ぐらいやった年もあるかもしれませんね。これを約7、8年、10年近く続けましたね。払えるようになりました。僕に4人息子がいますから、今次男坊がね、お菓子屋を継ぎ、四男が味倉っていう僕が創業したお菓子以外の九州博多の名産品を継いでくれてますけれども、まあ100年、200年とね、続けるような会社にっていうのが一番の願いですね。で、今のヒット商品はほとんど母と一緒に協議した中で、母の時代に出てなかったのを僕が一つずつ商品化しているようなもんなんですね。まあ、母の遺言を僕が一つずつ商品化してる。で、トットートについてはね、全従業員で、名前、ネーミングから、商品から、パッケージデザインから、みんな一緒になってやったんですけれども、これから単品100億の商品をですね、ぜひとも開発したいと。日本一レベルのですね。いうのが僕の役割だろうと思います。まあ、できればこれだけグローバルな時代になってますから、中国の人や韓国の人や全世界から来てくださる。そういう人たちが喜んで買ってくださるような商品。世界中の美味しい材料を集めた大ヒット商品をこの日本から。っていうのは、まあ、どこのお菓子屋さんもその夢はあるでしょうけれども。私も強く、それは、目標として、絶えず。私の仕事はやっぱり、菓子メーカーの社長の仕事はヒット商品の開発だと思うんですね。それと従業員の人たちが生き生きと働ける仕組み作り。従業員の幸せ、従業員の成長が会社の成長ですしですね。